ジャッツァールモスクは、イスラエルのアッカ、にあるモスクである。白モスクとしても知られる、このモスクは、旧市街の城壁内にあり、ジャッツァール通りに面している。名前の由来は、オスマン帝国のボスニア人の知事であった、アフマド・パシャ・エル・ジャッツァールからである。ハイハワント・ジャッツァールモスク。1959年3月。ジャッツァールモスクは、その名を取った、アフマド・パシャ・ジャッツァールの事業である。 彼はアッカーに拠点を置いたシドン県とダマスカス県の知事であり、その残酷さ、強い印象を残す公共建造物、そして1799年のアッカー包囲におけるナポレオンの撃破のそれぞれで同じくらい有名である。ジャッザールはモスクの建設を1781年に命じ、同年に完成せしめた。建築家としての訓練を欠くにもかかわらず、ジャッザールは モスクの設計者であり、計画とデザインを書き上げ、建設全体を監督した。モスク自体に加え、イスラム進学学校と、学生寮とイスラム法廷と、公共図書館を含む複合建築である。モスクはその宗教的目的に加え、その壮大なサイズと不可機能は、シリアの統治者としての彼の政治的正当性を強める手段として役立つことをジャッザール・ワイとしていた。 彼は、オスマン帝国の首都イスタンブールのモスクに藩を取った。ジャッザールモスクは、かつてのムスリムとクリスチャンの礼拝所と十字軍の建物の上に建てられた。モスクの建築材料、特に大理石と、見影石は、カエザリアとアトリトの古代遺跡と中世のアッカーから取られた。ジャッザールは、モスクの建築者として、複数のギリシャ人の石膏を任命した。門の中には、スルタン。 その父、そして常に勝利の命のトゥグラを書いた大理石の円盤がある。モスクに隣接してジャッザールパシャとその養子にして後継ぎスレーマンパシャと彼らの親戚の墓を含む霊廟と小さな墓場がある。ビサンチン様式とペルシャ様式を取り込んだオスマン建築の極めて優れた霊である。その優れた特徴を挙げると緑色のドームとミナレット、 階段横の緑色のドームが掛けられている、公衆水は、そして大きな中庭である。アッカーのスカイラインにそびえ立つ、このモスクの元の名は、マスジド・アンワルであり、またかつて銀白色のドームが遠くからも光って見えた、ため白モスクとしても知られている。ドームは現在緑に塗られている。ミナレットは、螺旋状に124段の階段が中にある。エルサレムを除けば、 イスラエル最大のモスクである。このモスクは預言者、ムハンマドのアゴヒゲの毛、またはヒゲの房を収めている。この毛はかつては、ラマダーンの断食を終える、イードルフィトルにて、アッカーをパレードしたものだが、今はモスクに集まった信者たちにだけ見せられる。生物は、女性用の2階じきのガラスの棚に収められている。ありがとうございます。